こんにちは、シエルです。先日マジシャン用の撮影をしてきたので、今日はそちらの模様をお届けしながら私の仕事についてお話をしていきたいと思います。マジシャンとして活動を始めて今年で11年目に突入しました。あっという間に10年を超えてきた感じです。で、ね、10年超えたあたりぐらいから私の自分自身のこの仕事の働き方についていろいろ考えるようになって、で今までは、まあ、自分を知ってもらって自分のマジックショーをお届けするというところにフォーカスしてたんですけど、最近私のところに弟子が入ってきたんですよ。今はそのね、彼女のまあ育成をしつつ彼女のまあマジシャンとしての道を作っていけたらいいかなと思って、どんな感じでサポートできるのかなっていう感じで、まあ、日々考えてるんですけど、それと同時に最近出会ってパフォーマーさんの中にマジシャンじゃないんですけれどもすごい魅力的な子たちがいて、今その子たちとも話をしていて、ちょっと若手育成プロジェクトを立ち上げつつ、なんかこうマジシャン以外のエンタメーションも含めて皆さんに伝えていけるようにしたいなと思っていて、でそのねプロジェクトに向けた今準備をしています。はい。で、まあ、この日のね、撮影もそうなんですけれども、まずは第一歩として、やっぱり知ってもらうために、まあ、プロフィールを作りたいなというところで、まずは写真を撮りたいということを、まあ、カメラマンさんにお伝えしていて、でその、まあ、カメラマンさんとどういう感じで写真撮ろうかっていうところで、まあ、自分もこうやって撮影しながら、どんなイメージで作っていこうかっていうのを考えている感じです。私はデザイナーさんとも話をしていて、ちょっとサイトをね、どうやって立ち上げていこうかっていうところも話をしています。今まではマジシャン同士っていうのかな、マジシャンの女の子たちに仕事をお願いしたりとか、まあ、一緒に共演したりっていうことは多かったんだけれども、マジック以外のジャンルとのコラボっていうのかな、そういうのをもししたらどうなるかなって考えると、なんかすごいワクワクしてきて、新しいエンタメショーができないかなと今考えている最中です。本当に女性マジシャンは少ない世界なんですけど、まあ、現時点でマジックだけで食べている子は100人いる？日本に。どうなんだろう。数百人いるのかな？SNS とか見てると最近女性マジシャンも増えてきてるかななんて思うんですけれども、まあ、そんな中で私のところにも弟子として、まあ、マジックやりたいんで教えてくださいっていう女の子が来て、まあ変わってるなと思いましたね。やっぱなかなかマジック好きって珍しいと思うんですよ。まあ、自分がやっといてなんなんですけれども、私自身もマジシャンになろうって思って始めたっていうよりは師匠に出会ったことをきっかけにっていう感じなんですけど、でもマジックやるとめちゃくちゃ楽しいんですよね。で、ここ数年で私も一回裏に回ることもしてて、その今までは自分がねステージ立ちたいっていう気持ちがすごい強かったんですけども、裏に回って他の子に仕事の現場に行ってもらってステージ立ってもらってっていうこともするようになっている中で、一時期ちょっとねステージに立たないっていう選択をしたんですよ。でそこで思ったのはね、やっぱマジックをしてる時がすごい楽しいんだなっていうことを改めて感じました。ステージ立った時のお客さんの笑いとか、まあ、歓声とか拍手とか本当に全部がすごい嬉しいし楽しいし、いろんな出会いもあって、で小さいお友達もいれば大人の方もいて、パーティーとかがねこう一体感が出たりとかして、なんかすごく幸せになる職業だなって思うんですよね。まあそれはね周りの環境もあったりして本当に楽しく仕事をさせてもらえているねことに本当に感謝なんですけれども、なのでまあ私の弟子にも一番はやっぱ楽しいことをね知ってもらいたいなと思うので、楽しく仕事ができる環境を作っていけたらなと思います。彼女も今月初のマジシャンデビューなので、まあ最初は緊張すると思いますが、成長していってくれたら嬉しいなと思いつつ、自分自身がね多分一番成長すると思います。いろいろねやっぱ教えると学びますね。はい、まあ、そんな感じでした。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。